実質賃金2月1.3%減23、過月マイナス、過去最長に並ぶ。4月8日配信の日経電子版の記事の見出しだ。厚生労働省が発表した2月の実質賃金指数の話だ。マイナスには慣れっこになっていたが、過去最長ということで少し大きなニュースになった。今年の春闘、4月2日までの2620。 組合回答の連合による集計では、定期昇給分とベースアップ相当分を合わせた賃上げ額が平均で月額1万6037円。率にして5.24%だった。33年ぶりの5%超えと生やしたてる報道が溢れ、これにより今年こそ実質賃金上昇が実現すると思っている人も多いだろう。しかし、実は、 岸田文雄首相は今年は実質賃金がプラスになることはないと考えていると聞いたら皆さんはどう思うだろうか多くの人はそんなはずはない岸田首相は今年こそ物価上昇を上回る賃上げを実現すると言っていたじゃないかと反応するのではないか確かに岸田首相は賃上げ賃上げ賃上げと叫び続け 物価高を超える賃上げという言葉も多用してきたそして今年の春闘でも労使双方に向かって思い切った賃上げをと葉っぱをかけたこうしたパフォーマンスを見た国民の多くは今年はついに実質賃金が上がると期待したはずだしかし岸田首相は実は今年は実質賃金がマイナスのままでも仕方ないと思っている信じられないかもしれないが これは本当のことだ。例えば3月28日に2024年度予算の成立を受けて記者会見した岸田首相は賃上げについて25年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させると表明した。実質賃金上昇は25年以降だと言っているように聞こえる。一方、 今年24年については、賃上げと減税などで物価を超える所得の上昇と EU 表現を使った。その意味するところは、実質賃金の上昇までは見込めないので、その分を補うために、定額減税などを実施して、賃金ではなく、賃金とその他の給付金などを合わせた総所得の上昇が、物価上昇を上回るようにするということだ。 この見通しは決して的外れではない。昨年も春闘では約3.6%と30年ぶりの賃上げ率、定期昇給を含むとなったが、厚労省発表の名目賃金上昇率は前年比1.2%増にとどまった。そこには2.24ポイントの落差がある。賃上げ率の内ベースアップ分と低少分が明確にわかる。 組合の平均賃金上昇率3.69%の内部屋分は2.1%でしかない。さらに、連合の春闘に関係しない中小企業の賃上げ率が大企業に比べてかなり低いことや、労働時間規制の強化で残業代が減ったこともあり。名目賃金の伸び率は春闘の賃上げ率に比べると大幅に低い1.2%にとどまった。 消費者物価上昇率が前年比3%超だったので実質賃金はマイナスに沈んだわけだこの傾向を今年に当てはめると春闘の賃上げ率は5%を超えるがベアは3.6%に過ぎない連合参加にない中小企業の賃上げ率はこれを大きく下回る可能性が高くさらに今年から物流業界などで 労働時間規制が強化されることもあるので残業代の減少も予想され名目賃金が3%以上上がるにはかなりハードルが高いというのが客観的情勢だ消費者物価の上昇率は直近では2%台に下がっているが今後は電気ガス料金補助がなくなることや原油価格の上昇企業による積極的な値上げ姿勢に加え 記録的な円安の動きもあり、消費者物価の上昇圧力は高まっている。すでに4月に入っているが、実質賃金がすぐにプラスにはならないと考えると、24年を通じた平均値での実質賃金のプラス転換は、難しいと言った方が良いかもしれない。当然のことながら、賃金と所得は異なる。賃金は、労働者が雇い主から労働の対価として受け取るものだが、 所得には、それ以外にも、利子や配当や株の売却益、不動産の賃料や売却益、さらには政府からの給付金なども含まれる。従って、賃金の伸びが物価の伸びを上回らなくても、金融所得が伸びたり、あるいは今年のように所得減税を行ったりすれば、個人の全体の所得の伸びが物価の伸びを上回る状況を作ることは可能だ。 岸田首相は、賃上げ、賃上げと、小裸に騒いで国民に大幅な賃上げの期待を煽り、その結果として、国民が、物価の伸びを超えるという言葉を聞いた途端に、物価の伸びを超える、賃金の伸びだと思い込むように仕向けた。しかし、よく聞くと、最後のところでは、賃金という言葉の代わりに、所得と言葉を置き換え、それが、 物価上昇を上回るという言い方で終わるような形で話をしていた相当な知能犯のように思えるがこれはおそらく官邸スタッフが岸田氏に振り付けたシナリオ通りに岸田首相が演じたということなのだろうある薬を売るときにこの人はがんが治ったこの人も治ったその人もあの人もと挙げて聞いている人にこれはがんに効く薬だと思い込ませておいて 薬を買ってみると効能書きには「健康増進」と書いてあったというような詐欺的商売と似ている岸田首相の詐欺しぶりはなかなかのものだ詐欺といえばもう一つ子育て支援金のことを思い起こす人も多いだろう4月9日子育て支援金の負担額が年収600万円の人で月1000円になるなどという試算を 子ども家庭庁が発表したが、多くの国民から見ると、えという驚きの数字だった。最初の政府の発表が、医療保険制度全体の加入1人当たりの平均月額500円弱、あとに平均月額450円程度と発表されたというもので、ワンコインという報道がされたこともあり、これが多くの人の頭に入っていたからだ。 以下は、ネットユーザーザのの反応をまとめたものです。実質賃金が下がるということは国民が貧しくなるということでありそれは97年の消費税増税に伴う緊縮財政が行われてきてからでありることは実質賃金指数の推移の国際比較で検索すればわかるそして輸入物価の上昇に苦しむ国民を豊かにする有効な政策としては ガソリン税と消費税の減税である。もし消費税率を0%にすれば、物価を引き下げること同時に、国民一人当たり毎年20万円のか処分所得が残る計算となるため実質賃金は上昇し、景気の改善にもつながることになる。そもそも税金は景気を調節するための手段の一つに、 過ぎないため消費税を廃止したところで日本経済に何のデメリットもないそれにもかかわらずなぜ消費税の減税や廃止ができないのかといえば政治家の大半が税金が政府の財政支出の財源になっていると事実誤認しているためであり国民が豊かになるためには無知な緊縮財政派の政治家を選挙で落とすことが必要不可欠だ。 経済などを専門に学んでいないから、詳しいことはわからないけど、物価上昇が続く中、物価上昇によって、多少給料は上げても、増税やらなんやで、わずかに上がった分まで取り上げられたらか、処分所得が減るのではまた給料が上がり、社会保険料など、第2の税金も、自動的に上がるので、結局は手元に残るお金は減ると感じる。 消費税も物価上昇に伴い自動的に増収になるのでは